この動画では8割の方が安産だったと実感した産前のホルモン分泌法についてお伝えしていきます。もし今あなたが妊娠中でこれからの出産に対して不安を持たれているのであれば、今回の動画を必ず最後までご覧ください。どうも、生体サロンリプラミゾロです。今回は冒頭にもあったようにですね、8割の方が安産だったと実感された産前にあったホルモン分泌法についてお伝えしていきます。でまずこのホルモンの分泌の話に入っていく前にですね、まず最初に安産をするためには何が必要なのか、逆にですね、出産時間はどうやったら伸びてしまうのかっていうような話をまず最初にしておきたいと思います。出産時間に関わる要因としては、かなりこう上げていくと多いんですけども、今回は中心ではですね、2つをまず最初にお伝えしていきます。ではその出産時間に関わる2つのことって何かと言いますと、1つ目はホルモンの分泌になります。今回の本題ですね、ホルモンです。2つ目が筋肉の問題になります。で今回はその中のホルモン、出産前に必ず分泌しておかないといけないホルモンがあるので、そのホルモンについてお伝えをしていきます。では今回説明していく、その出産前に分泌されないと出産時間に関わるようなホルモンって何なのかって話になるんですけど、それがオキシトシンというホルモンになります。おそらく耳にしたことはあると思うんですけども、一般的には幸せホルモンとかと呼ばれててですね、このオキシトシンがですね、出産前にしっかり分泌されることで子宮口を広げてくれたりですとか、子宮周りの筋肉を収縮させて出産をしやすい体にしてくれてます。でこのオキシトシンって他にもいろいろ機能ありまして、他にはストレスの軽減ですとか、不安を減らしてくれる、あるいは免疫力を上げてくれたりですとか、集中力を上げてくれたりですとか、あとは記憶力を上げたりとか、こういった体だけではなくてメンタル面への影響も大きいホルモンになります。特に最初に挙げた出産前に必要な子宮口を広げてくれる、あるいは子宮周りの筋肉がしっかり収縮してくれてお子さんを産道から出していく機能が安産には絶対に必要になってきますので、今回ご紹介するオキシトシンというのは絶対に必要なホルモンになってきます。なんですけど、一般的には出産前にはこのオキシトシンという分泌がしっかり促されるんですけども、出産前っていうのはですね、やはり出産に対する恐怖だったりとか不安、あるいは母親になる不安ですとか、仕事や家事に対する不安とかストレス、あるいはお腹の中に赤ちゃんいらっしゃいますんで、肉体的な変化によるストレスとかですね、こういったストレスとか不安っていうのが出産前の女性には非常に大きくかかってきますので、そういった不安が重なることでこのオキシトシンっていうのは非常に分泌されにくくなるっていうのも事実です。なので今回はしっかりとした科学的根拠に基づいた方法、かつこれまで私が出産前の方に指導させていただいて、後でアンケートを取って安産だったよってこう8割以上の方が答えられた、出産前にしっかりオキシトシンをドバドバ出していって安産に向けて準備できるような方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。ではオキシトシンをドバドバ出していく方法の一つ目になります。一つ目はスキンシップになります。このスキンシップっていうのはオキシトシンを出していくために必要な方法の代表的な例になるんですけども、スキンシップって言ってもいろいろあるとは思います。ここでいうスキンシップっていうのは基本的には自分の好意のある方とか好きな方に触れてもらうとオキシトシンっていうのは非常に分泌が多くなっていきます。これもですね、古くから研究されてて科学的根拠のある方法になるんですけども、なかなかですね、スキンシップって日本人特に取りにくいので、なかなか旦那さんに触れられないとかっていう方もいらっしゃると思うんで、そんな中で一つだけ、おすすめがあります。それがフットマッサージです。で全身のマッサージとか手のマッサージとかいろいろあると思うんですけど、その中でもフットマッサージをご紹介したのがですね、海外の論文でですね、全身のマッサージとか手のマッサージ、ハンドマッサージですねよりもフットマッサージの方がオキシトシンの分泌量が増えたっていうような研究があるんですね。なので全身のマッサージとか手のマッサージしてもらうんだったら、足のマッサージですねをしっかりしていただいた方がオキシトシンっていうのは分泌されやすくなると思います。ただし、マッサージに関しては自分でやるんではなくて他者にやってみてもらってください。家族の方でも OK ですし、今でしたら、数千円で
フットマッサージとかってどこでも受けれると思うので、そういったところにまあ週1回とか、まあ、2週間に1回とか、まあ、定期的に行っていただくだけで、オキシトシンっていうのがですね、しっかり分泌されて幸せホルモンどんどん出していけますので、出産前の体作りにはいいかなと思います。ではオキシトシンを分泌させていく2つ目の方法になるんですけども、まあ、これ1つ目のスキンシップに少し似てるんですけども、触れて気持ちいいものに触れるっていうことですね。これ人間っていうのはですね、不思議なもので、自分が触れていて感触が気持ちいいものですとか心地いいものを触れると、オキシトシンっていうのがどんどん分泌されていきます。まあ、例えばですけど、赤ちゃんのツルツルの素肌とか、あとは抱き心地のいい抱き枕とかこう触ってる時っていうのはいかがですか？こうちょっと幸せを感じたりするんじゃないかなと思うんですけど、もうそれもオキシトシンの働きになります。これもですね、なかなか周りにないよっていう方いらっしゃれば、おすすめとしては、まあ、抱き枕とか、ぬいぐるみとか、ちょっとですね、まあ、雑貨屋さんとかでも行けばですね、こう触って自分が気持ちいいものとか心地いいものって必ずあるはずなので、そういったものを一つお家に置いておくだけで、触れるだけでオキシトシンっていうのは出やすくなるので、ぜひですね、なんかそういったものを探してみてください。はい、でオキシトシンを分泌させるための3つ目の方法です。3つ目は感動するっていうことです。人間っていうのはですね、心が動かされて感動したりですとか、自分の金銭に触れるような経験体験をするとオキシトシンっていうのが大量に分泌されます。例えばですね、まあ、好きな映画とかドラマを見て泣いた、あるいは好きなアーティストの絵を見て感動した、でそういった体験とか経験をした場合ですね、その後ってちょっとこうすっきりしたりとか幸せな気分になる経験ってされたことないでしょうか？こういった感覚っていうのも実はオキシトシンの働きで幸せだって感じることで起きているんですね。おすすめの方法としては、どうしても妊婦さんなので、活動範囲とかっていうのも限られてくるので、お家の中でしようと思うと、まあ、好きなドラマとか映画っていうのをお家で見るっていうのも一つありだと思います。で、二つ目としては、まあ、好きなアーティストの曲っていうのをよく聞くっていうのも一つ手だと思います。3つ目は、もし可能であればご自身のご興味のある美術館とか好きなアーティストの個展とか、そういったところに行って感動を得てくるっていうのも一つの手だと思います。はい、ではですね、今回は安産に向けてしっかりとオキシトシンを産前から分泌させていく方法っていうのをお伝えしていきました。先ほど少しお話ししたんですけど、産前っていうのはですね、女性にとってかなりこうストレスフルな生活が続くので、どうしても先ほど言った幸せホルモンっていうのは分泌どうしてもされにくくなる状況ではあります。なのでお子さんにも母体にもダメージの負担の少ない出産を迎えるためにも、今回のオキシトシンをしっかり出していく習慣っていうのをぜひですね、今日から実践してみてください。この動画がためになったあなたは今後の動画作成の励みになりますので、ぜひ高評価、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またご質問等ございましたらコメント欄でも結構ですし、概要欄の方にございます LINE を登録していただき、メッセージを直接いただいても結構です。